池原貯水池池原ダムは奈良県吉野郡下北山村一級河川熊野川水系北山側に建設されたダムである電源開発が管理する発電用ダムで高さ110.0メートルのアーチ式コンクリートダムアーチダムとしては国内最大の総貯水容量と淡水面積を誇り日本における大規模なダムの一つである下流にある 七色ダムとの間で用水発電を行い、最大35万キロワットの電力を生み出す。ダムによって形成される人造湖は池原貯水地または池原湖と呼ばれ、ブラックバス釣りの名所としても知られる。吉野熊野国立公園に含まれ、2005年にはダム湖100選にも選ばれている。熊野川は紀伊半島では木の川に並ぶ大河川である。 その流域面積の大半は、紀伊山地内であり、かつ、大台ヶ原をはじめとして、年間走行水量が平均で3000ミリメートル、多い時には5000ミリメートルにも達する日本屈指の田内帯である。これに加え泥橋など謙遜な峡谷が形成されている。こうしたことから水量が極めて多い急流河川であり、水力発電には最適な河川であった。だが、 険しい山と谷によって交通の便が極めて悪く開発の手がなかなか伸びない河川でもあった。熊野川水系における河川開発計画は1937年に当時河川行政を管轄していた内務省が全国64河川を対象に河水統制事業の調査河川の一つに選ばれたことより始まる。東京帝国大学教授 内務省土木試験所長であった、物ノ長が提唱した、止水取水を統合した、水系一環の河川開発、すなわち河川総合開発事業が国策として推進されたことによるものである。熊野川は、内務省大阪土木出張所が調査を行う、河川として予備調査が開始されたが、その後の太平洋戦争によって、調査は進捗しなかった。 戦後壊滅に陥った日本経済の回復と治水事業放置による水害の頻発に頭を悩ませていた経済安定本部は中断していた河川総合開発事業の再開を図り1947年に24河川を対象とした調査が行われたこの際熊野川は建設省と農林省が共同で調査を開始した農林省については 熊野川本流上流部を木の川と連絡水路で、つなぎ熊野川の水を木の川へ分流させる計画を立て、建設省はアメリカの TVA 方式である多数の多目的ダムを熊野川本流及び北山側に建設し、治水と考え、水力発電を行おうとした。この熊野川総合開発計画は熊野川本流に参加し 北山川流域に5カ所の多目的ダムを建設する壮大なものであった。このうち北山川には上流より全菊池ダム、北山ダム、大沼ダム、小松ダムの4ダムが計画され、北山川支流の東の川に大瀬ダムが計画された。この中で最上流部に計画されていた全菊池ダムが池原ダムの原点である。規模は高さ95.0メートル。 総貯水容量2950万トンの重力式、コンクリートダムであった。調査は1949年に本格化したが、予測された、総事業費、約450億円に対して完成後の治水、灌え効果がわずかであることが判明。費用対効果のバランスが著しく欠けることで、熊野川総合開発計画は1953年をもって中止され、 蒸気のダム計画もすべて中止された。こうして建設省による熊野川総合開発計画は頓挫したわけであるが、先に述べた通り水力発電として開発するには極めて魅力的な河川でもあり、1950年に熊野川水系は国土総合開発法に基づき吉野熊野特定地域総合開発計画の対象区域となり、開発の機運はさらに高まった。 1952年には、電源開発促進法の成立により、公営企業である、電源開発が誕生したが、電源開発は建設省が計画を中止した後も、水力発電単独で調査を進めた。調査終了後1954年7月に、第15回電源開発調査審議会が開かれ、 石上重地点の水力発電所からなる熊野川開発全体計画が策定された。この計画では建設省が中止したダム計画8カ所のうち6カ所を引き継ぎ、熊野川本流筋に冬谷ダムと日野ダム、北山川筋に池原、七色、奥とろ、大瀬の4ダムを建設。さらに大瀬ダムから、 流域変更を行って、三重県大和市を流れる調子川の支流、また口川を経て、熊野野田へ同水、この間に2カ所の発電所を建設。熊野川本流に建設省が施行を進めていた、猿谷ダムでは、木の川分水を利用して2カ所の発電所を建設するという壮大な計画であった。このうち熊野川本流筋の冬や、三つのダム、 および木の川分水に絡む西吉の第一、第二発電所、そして大瀬分水に絡む東の川の大瀬ダムがまず着手され、続いて北山川筋の池原、七色、奥とろ三ダムからなる水力発電所群が着手されたのである。池原ダムはこれら、熊野川開発全体計画における最大、中核の施設として計画された。池原ダムは、 当初1万2 0 0 0ットの発電を行う計画であったが、1959年には14万キロワット、1964年には一般水力発電から溶水発電に変更の上で出力を35万キロワットへと大幅に上型修正した。しかし当時の電源開発は、天竜川、只見川、小川の三大事業を進めている最中で、 事業費の根幹を占める政府から拠出される財政等融資もこの3事業に費やしていたこともあってきた山側に関しては資金難が続きなかなか着工にこぎつけなかった。これに加え水没する下北山村、上北山村住民の反対運動や吉野、熊野国立公園の自然が大幅に改変されることによる厚生省の猛反発が 着工を大幅に遅延させる要因となっていた。ダム地点は北山川が大きく蛇行する峡谷であったが、それに沿うように白川本在地区など9つの集落が林業を制御として生活していた。ところが、再三の計画変更で規模が大きくなった池原ダムでは、これら旧集落529個の世帯が水没対象となった。これは、 玉川の大地ダムにおける945世帯、我が川の湯田ダ,ダムにおける620世帯に次ぐ規模の水没個数であり、かついかだによる流木で、新宮市へ木材を運搬していたためダム建設による流いかだの途絶に伴う林業への打撃もあって、住民は計画発表から直ちにダム建設に絶対反対の姿勢を取った。計画発表から保証交渉は難航したが、 1960年11月に大きな進展があった。それは代替地造成によるコミュニティの維持という現物支給による保証方式である。この方式はすでに中部電力が静岡市の伊川ダムで実施して成功しており、電源開発も静岡県の秋葉ダムや風谷ダムで実施していた。池原ダムでは上北山村、白川、 河合など4カ所に代替地を造成する方向性で保証交渉を進めた。ところが代替地の造成に関する具体策や流意課題に代わる代替道路などの整備について再び交渉が暗礁に乗り上げた。1961年に公共保障については電源開発が地域開発に全面的に協力することを条件として妥結。 国道169号の付け替えや、それに連絡する代替道路の付設が本格化した。そして最後まで難航した住民との保障交渉については、奈良県、奈良県議会、下北山村当局の協力を受けて、保障交渉が妥結、代替地が造成され64戸が移住することになった。こうして、足掛け10年にわたる保障交渉は1964年に、 終了した。この大体地方式による保障は、その後高知県の魚根屋瀬ダムや石川県の手っ取り川ダムでも行われている。なお、池原ダム建設によって直上流に建設されていたスリコダムが水没している。当時、奥東楼ダムとして計画された北山川最下流部の小森ダム。景観保護のため河川一放流を実施している。池原ダムについては、 保証交渉と同時に、厚生省によるダム建設反対表明が事業遅延の要因として大きかった。北山側の開発を行う上で池原、七色、奥ロの三ダムは不可分の事業であった。特に七色ダムは池原ダムの揚水発電における下部調整地として重要であり、これが完成しないことには従前の水力、発電能力は発揮できなかった。 しかし北山川流域はほぼ全域が吉野熊野国立公園の指定区域であり、七色ダム地点には名瀑、七色の滝が奥ロダム地点には吉野熊野国立公園の主要な観光地でもある泥橋との八丁があった。当初の計画通りにダムが完成すれば、これらは水没する。これに対して国立公園を管轄する厚生省及びその諮問機関である、 自然公園審議会はこの計画に対して猛反対を唱えた。その最大の理由は自然保護であった。厚生省はすでにオゼ・ゲンダム計画においてダム計画に絶対反対の姿勢をとっていたが、この時すでに黒部峡国と熊野川における開発にも反対の姿勢を明確にしていた。国立公園内に自然改変を伴う工作物を建設する際には、 監督官庁である、厚生省の許可がなければ、いかに重要な国土開発といえども着手できない。ダム地点はいずれも、国立公園特別地域内であったことから、厚生省への許可を求めたが、厚生省の諮問機関でこれら申請を検討する、自然公園審議会は特に七色と、オクトロ地点の着工は断じて許諾できないとしたので、ある。その理由としては、以下のものがあった。 日本一の蛇行性峡国である北山川は残された数少ない国家的な観光資源である。特に七色の滝からトロ八丁は絶景である。七色ダムは池原ダムとの揚水発電に不可分な関係としても七色の滝を水没させる。奥トロダムに至っては泥橋を水没させる上に池原との不可分性を見出せない。火力発電が電力の主力となっている。 ヒモンドジュー時代において大規模水力発電の将来性があるか疑問である。またダムの寿命が短いのに比べ北山側の観光資源は永久である。ピーク時の電力供給確保が重要ならば将来性のある原子力発電などの選択肢があるのではないか。こう述べて池原ダムは現地点の建設を容認するが7色と オクトロのダム地点を環境に影響が及ばない地点に移動させない限り建設は認めないと勧告した。この勧告に従うと最大出力や年間発生電力量が大幅に減少し、結果として費用対効果に見合う開発にならず、計画自体の経済性が喪失する。ともすれば建設省が断念した熊野川総合開発計画の二の前になりかねなかった。 電力を融通される予定であった中部電力と関西電力及び地域開発や固定資産税など財政上の恩恵がある奈良県、三重県、和歌山県など流域自治体は当初計画での早期完成を望んでおり電源開発は審議会の勧告には簡単に従えなかった。とはいえ池原ダム早期着工の観点観光資源保護の観点で計画を変更する 必要性はあり、計画変更の影響を最小限に抑えながら、審議会の許可を取れるように、双方の整合性を取った計画修正を行った。すなわち、七色ダムを当初予定地から上流に移して、七色の滝の水没を回避させ、オクトロダムについては当初地点より約 11km に移した上で、発電能力も4万 kW 削減させた。これが、 小森ダムである。そして小森ダムには、泥橋の景観保持という観点から、河川維持放流を常時行うこととした。当時全国の発電用ダムが余すことなく、河水を利用し、各地の河川で流水が枯渇する中で異例の措置であった。こうした措置は1997年河川法改正による、河川維持放流の義務化による、河川環境維持対策の宣伝とも言える。 こうした対策を審議会に提示し、数回にわたる折衝を経て、厚生省から施行の許可が下り、池原ダムは本格的なダム本体の工事に入った。池原ダムとの間で溶水発電を行う七色ダム。池原ダムの洪水発棄と池原発電所。池原ダムは当初重力式、コンクリートダムとして計画されていた。しかし設計の段階でアーチ式、 コンクリートダムに変更している。それは重力式とした場合、毎秒8000トンと予想された北山川の計画工、水流量に対応できるだけのダムの体積を算出した場合、奥多ダムダムに匹敵する140万立方メートルとなり、コンクリートが決して安価ではなかった時代でもあって工事費が高騰することが判明した。一方アーチ式であれば、 体積を半分以下に抑制可能で、かつ、毎秒8000トンの洪水に耐えられる。さらにアーチダム建設の絶対条件である、ダム両岸の基礎岩盤も堅固であったことから、経済性を追求して、コンクリート量を極力減らすことが可能などを無型、アーチ式、コンクリートダムに決定した。この時期は、宮崎県の上シーワダムや宮城県のナルコダムなど、大規模、 アーチダムが建設され、アーチダム施行に対するノウハウが蓄積されていたことも、アーチダム採用の決定だとなった。また、工事用プラントや重機はほとんどを、タゴソーダムやフーヤダムなど季節ダムに使用したものを転用しており、工事費抑制に貢献した。1962年3月に着工し、ダム本体は1965年3月に完成。同時に、 池原発電所は一部発電を開始し、最大14万4 0 0 0ットの発電を行った。その後下部調整地である七色ダムが7月に完成。これに伴い揚水発電能力を追加して、翌1966年10月に発電所が全面稼働を開始、完成した。計画発表から12年が経過していた。目的は水力発電であり、 下流の七色ダムとの間で、揚水発電を行い最大で35万キロワットを発電する。池原発電所に設置された、発電用水車と電動機は当時日本最大。発電所自体も多五層発電所に次ぎ、佐久間発電所や奥多田見発電所に匹敵する、当時日本最大級の水力発電所であった。生み出された電力は、 大阪府にある関西電力南大阪変電所と三重県にある中部電力大瀬三鷹緑発電所の東西に送電線を通じて送られる。こうして池原ダムの電気は中部地方と関西地方の下季ピーク時における電力消費を補う役目を担っている。なお池原ダムは発電専用であるため洪水調節目的がない。だが 池原ダムによって出現した貯水池は田内帯である北山川流域の治水に対して決して無関係ではなく治水の責務はないものの洪水時にはある程度の洪水貯留を行ってきた山川熊野川流域の治水に貢献している池原ダム本体には放流設備洪水破棄がなくダムと背を向けるようにして四門のゲートを持つ非常用洪水破棄を備えその脇に 池原発電所がある。そもそも、熊野川水系には、洪水調節を目的としたダムが存在せず、台風や豪雨時には大量の洪水が流下し流域に、多大な被害を与える。池原ダムも多少は洪水を貯留するとはいえ、基本的には流入分の洪水を放流する。このため下流の新宮市や田辺市など流域自治体では、流域最大の貯水池を有する池原ダムの、 洪水調節容量確保を求めている。近畿地方最大の人造湖、池原貯水池、下北山スポーツ公園。ダム直下の北山川急流路跡に造成された、下北山スポーツ公園から望む池原ダム。ダムによって誕生した池原貯水池は、池原湖とも呼ばれる。近畿地方最大の人造湖であり、全国的に見てもその大きさは屈指の規模である。 2005年には地元である上北山村と下北山村の推薦を受けて財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれている。ダム直下流には下北山スポーツ公園があり、キャンプ場やバーベキューなどが整備されているが、最大の特徴は公園からダムを真正面にまた真下から見ることができる。これは池原ダムが ダム本体に洪水波器を持たない、非越流があったのはアーチダムであり、ダム直下には流水が存在しない。したがって、ダムの真下から放流を気にすることなくダムを見学することができる。真下から見た高さ110メートルの壁は圧巻である。また池原貯水池はブラックバス釣りの名所としても知られている。池原ダムには日本でも珍しいフロリダバスが、 生息することでも知られる。フロリダバスは大口バスの亜種である。池原貯水池はその地形的要因や人造庫自体の巨大さからバスが大型化する傾向にあると言われ、ランカーサイズと呼ばれる全長を50センチメートル以上の大物も多く生息している。こうしたことから大物を目当てに全国からバス釣り合い効果が集まる。付近の七色ダムや 坂本ダムもバス釣りの高ポイントであることから北山川上流は日本有数のバス釣りスポットでもある。ブラックバスについては河川、故障の生態系を著しく破壊するという意見から意味嫌われる傾向にあるが、この地域はブラックバスを経済資源として肯定的に捉えている。地元市も北山村による稚魚の定期放流が行われており、 1988年には1万匹のフロリダバスが放流されている。釣り大会のトーナメントも定期的に開催されており、こういった背景から池原ダム湖は日本中のバス釣り愛好家のメッカともなっている。その一方でバスの持ち帰りによる弊害も報告されている。このため2005年の外来生物法試行後、池原ダム湖においても他のダム湖同様た地域から、 持ち込んだバスの放流や、池原貯水池に生息するバスの持ち帰りを、厳禁している。ただしキャッチリリースは規制の対象ではない。近年では貯水池の漁業権を保有する、上北山漁業共同組合と下北山漁業共同組合が共同で、虹マスの放流を開始して、バス一辺倒の状況を修正しつつある。また池原ダム湖を含め北山川は、 吉野熊野国立公園の区域内であるため、釣り関連のゴミ放棄や自然の損壊は厳しく禁止されている。池原ダムへ行くにはいくつかのルートがある。大阪市方面からは、近畿自動車道、西名阪自動車道あるいは名阪国道より国道169号、または国道369号を南下し、国道370号を吉野方面へ進み、 再度国道169号に入って、大台ヶ原へ進む。大滝ダム、大波間ダムなど金の川に沿って南下し、新白母方トンネルを越え北山川沿いを進めば、ダムに到着する。名古屋市方面からは東名阪自動車道、帰省自動車道経由で国道42号に入り、熊野市、小坂交差点を右折して、国道309号を進み、直進すれば到着する。 以上のコースは、比較的道路が整備されているルートである。このほか大和市より国道425号を坂本ダム経由で進むルートや、新宮市から泥橋経由で国道169号を北上するルートなどあるが、これらの道路では、整備が従前でない地点が多く、離合困難な福音の場所も多い。 また大雨や台風ではたびたび道路が寸断されるので、天候にも注意が必要である。公共交通機関では、近鉄の山和八木駅や山和上市駅などからなら、交通バスが出ているが、油性温泉杉の湯で乗り換えの上、杉の湯から先は2014年以降は1日1本しかない。また池原駅は夕刻、帰りは朝となるため、奈良中心部方面からの日帰りは、 不可能である。このバスは、かつて国道169号線を縦断した、北三郷特急バスの名残である。なお、下北山村中心部から、和歌山県北山村を経由して、熊野市方面に向かうルートであれば、各村の村営バスを乗り継ぐことにより、日帰り旅行も可能である。熊野市駅からは1日数本の特急列車も出ており、 片道およそ3時間ほどで名古屋駅に着く。ありがとうございます。